人吉市は、熊本県最南部にある市、九州山地に囲まれた人吉盆地に位置し、球磨川沿いの温泉と川下りで有名。人吉、球磨地方の中心地。人吉藩相良氏の城下町として栄えた。市内中心部に、熊本県唯一の国宝である葵阿蘇神社があり、2015年4月24日には、近隣の球磨郡の各町村と並んで、相良700年が生んだ保守と新種の文化日本で最も豊かな隠れ座と人吉磨くが日本遺産に認定された。熊本市から直線距離で真南に約 70km の場所に位置し、熊本県の最南端にあたる。北部と南部は九州山地の一角をなす山地である。市域南部は標高 1000m 級の山地で、宮崎県えびの市と鹿児島県伊佐市に接している。市の中心部は、人吉盆地の西端で、球磨川が東から西に貫流する。市内では、前川、山田川、鹿目川、宗川など、多数の支流が、球磨川へ流れ込んでいる。中心部は、古くからの城下町の町並みが残っており、小京都と呼ばれる。内陸の盆地のため寒暖の差が著しく、夏場は最高気温摂氏30度以上に達する真夏日が70から80日間あるのに対し、冬場は最低気温が零下となる冬日が50日程度ある。年降水量は2500から3000ミリメートル。盆地で大きな川があり、支流も多いという地形上、冬季で晴れた日の朝はほぼ 100% 濃霧が発生する。その頻度は、霧発生日数日本一を毎年争うほどだが、この霧が高速道路の速度規制などを生むこともある。発生した霧も地形的にほとんど流出しないため、正午近くまで残ることも珍しくない。年中多雨であり、夏の高湿度はもとより冬でも霧の影響もあり、湿度があまり低くならない。2016年1月25日には、観測史上最低となるマイナス 9.8 度を記録した。戦前の1943年から観測が続けられている移転がされてない場所での最低気温の記録更新は都市化の影響の強い全国の気象観測の中では常に珍しいことである。鎌倉時代初期の1193年、建久4年に相良氏が人吉の地頭に任ぜられ、その後は型を変えつつも、明治時代の廃藩置県までずっと、相良氏による統治が行われていた。詳しくは、人吉藩を参照。廃藩置県後は、人吉県や八代県白川県を経て、熊本県の一都市となった。明治以降も球磨郡役所が置かれるなど、球磨地方の中心地としての地位を維持する。昭和初期には、温泉の採掘が盛んになり、日本25省の一つとなった球磨川とともに、宣伝されるようになった。1933年頃には、球磨上中や球磨川下りとともに、泉と人吉と称されるようになる。1942年に市制を施行。1963年から3年連続で続いた水害は、市街地の景観を一変させた。1970年代に開通した、国道219号のバイパス道路、下林バイパス。人吉バイパス沿いには新たな商業地域がなされた。かつて陸の孤島と言われた人吉は1960年代以降人口減が続いた。この対策として観光業、農林業の振興や企業誘致を掲げ、対策前は年70から80万人ほどであった観光客数も1990年には100人を突破した。しかし、九州自動車道の全通などにより拠点性を失い通過都市となりつつあることから物語都市人吉構想の推進による地域活性化を図っている。主張の台数、歴代の数え方は何種類もあるが、本節では A、B を添える形で書き分けながら解説する。表示欄では題 A、題 B という名で2種類を記載した。題 A は就任のあるたびにカウントする方式に基づく台数であり、題 B は同一人物による連続就任をカウントしない方式に基づく台数である。人吉氏は対 B の方式をとっているが、他の例、京都市歴代市長、大垣市歴代市長、対 A の方式をとる自治体も多く、例、八王子市、弘前市歴代市長、浜松市歴代市長、A と B の違いを認識しないまま単純に比較すると誤解が生まれる。なお、返り咲きがあろうとも同一人物を1カウントとする方式もあるが、現状、人吉氏は該当しない。人吉氏は合併市政時に人吉町と相田村、西瀬村、中原村の7、大字を町名設置により75町に再編した。後に1町を廃止し3町を新設しているため、現在は77町である。これらの町を小学校の校区ごとに列挙する。内は合併前の町村名、大字名。2004年度市内総生産額は、約291億円。人吉、球磨地方経済の中心地である。その他の主力産業は観光業、農業、酒造。戦国の世から第二次世界大戦時まで歴史的にも栄え、熊本などの九州中部、北部と宮崎、鹿児島の南九州方面をつなぐ交通の要衝、休憩地であり、人吉の字のいわれは宿を意味する、茶といわれほど。西南戦争時、熊本から撤退する西郷隆盛が陣を築いたことや、鉄道が肥薩線と名付けられていることからも裏付けられる。しかし戦後は沿岸部の経済発展や九州自動車道の貫通によりその意味合いは低下しており、将来的にも九州新幹線の全面開通により、さらに低下するものと推測される。かつては農業と酒造で栄えたが、農業の衰退によって活気が失われ、近年では高齢化と過疎化が著しい。高速道路の開通及び市内幹線道路の整備により交通の便は格段に向上したが、それまでの商店街的な店舗からジャスコ、現イオンなどの郊外型大型店やコンビニエンスストアが店舗の中心にいるようになり、市街中心部、人吉駅から9日町の空洞化が目立っている。また観光業でも観光客に対する宿泊者の比率減少、観光客数自体はあまり変わっていない。ドライブイン型レストラン、土産店の閉鎖という問題が出ているが、これといった解決法は見つかっていない。関連、ストロー効果。人吉市を拠点とするマスメディア、休校中の学校を除く、市の中心となる駅、人吉駅。なお、人吉市がん作り町付近に、人吉熊スマート IC、仮称を建設中であり、2019年度の供用開始を予定している。人吉三高バスセンターは市内、球磨郡内循環バスの中心的基地を担う。かつては熊本方面行き高速バスの発着点や宮崎、鹿児島方面の中継、乗り継ぎ点としても機能していたが、2006年よりすべて人吉 IC 停留所からの乗降となっている。また、長崎宮崎間など一部路線は通過。法人実業家、文化人芸能人スポーツ選手。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。